モンズ生態の水野です。今から弟子を教えていくことになりました。で、ちょっと練習してもらうので、それをね、ちょっと解説動画として撮っていきますから、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、入りましょう。どうぞ。お願いします。もう、その、さするのもなくていい？あ、いいっすか。うん。もう、教えていい？もう、いきなり教えてもいい。そうそう。そう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 。その時に体が、もう一回教えてみて。ここまで。そうそうそう。そこまで持っていこう。大丈夫ですか？あまり耐えられなかったら言ってんの。そう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 そこまでね。いい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 。そこそう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 。でその時に腰をもうちょっと引いたらいいですか？うん。そうだね。そこまで行ったらいいね。そう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 。この骨際、うん、一線だけ、その一線だけで。それか、左手だけでやってみよう。じゃじゃん。いや、いいですか。左手だけでやってみよう。じゃじゃん。そう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 。もしかして、そう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 、そう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 。え、今聞いてますか？はい。はい。じゃ右手でやろう。右手、6割ぐらい使おう。そう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 。大丈夫ですか？もう聞かなくていいから。あ、はい。痛かったらお客さん勝手に痛いって言うからね。うちのお客さんは。そう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 。できないと思う。ああそう、いい感じいい感じ。左手はできるから右手やろう。右手もう一回右手。そうそうそう、いい感じだね。その角度だよ。体をもっと、足を、膝を使う、そう。膝を使ってあげて、そう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 。そのプルプルするのが慣れてくると筋肉が出来上がってくるから。そのプルプルをいかにプルプルまでいくことだよ。まだこっちまだプルプルまでいけてない。そのプルプルと向き合うことだよ。ですよね。そうで、この指は本当はね、いけるんだったらこう伸ばしたけど入りやすいで、押さえるポイントはここね。こうとかそうか。こう、ああそう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 、こう、うん、いけてるね。うんうんうん、そう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 、素晴らしい、できてるじゃないですか。そう、膝をしっかり使うことね。そう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 、腰も回旋できるようになったらさらにいいからね。そう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 、うお、うん、いい感じですね。じゃあ反対側しましょうか。はい、ちょっとなんかチャック開いてるからチャック閉めてください。それの押す位置とここがおへその位置がまっすぐになっている状態の方がいいから。ああ、はい。おへそを近づけていくイメージ、回旋させながらも。そこだったら膝で止まってるでしょ。そうするんだったら俺はこうするわ。こう乗っていくのもいいんだけども、こう横にしてると体をこう押す。ああ、ひねってひねって膝で止まっちゃってるから、ね、今のだったらこういうことですね。そういうこと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 。いきなりハードル上げるからね、俺。片指やばいな。片指やばい。で、その震えるのを震えるのと、いかに自分を向き合うかだよ。そうそう、膝で止めない、そう、止めない。そうすると、全部力じゃなくて体重が乗っていくでしょ。そう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 。そうすると、両手で触るよりかは、より入るのね。ほんまですか？入ってる？はい、うん、そう、膝で止めない、ちゃんと入れ込んだけど、そこのところに体重を、そう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 、この指はダメ。気をつけて。そう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 、
入ってます、ちゃんと。素晴らしい。いい感じじゃないですか。そう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 。こうだけになってるから、本当それに前後こう前に行く力とこう乗せ、今こう乗せてるだけなんだね、はいはい、こう乗せてこうなってるんだけど、そこに前に行く力と横に行く力と下に行く力を使ってあげるとですね、膝が使えてないんだよ、もったいない。それにちょっと指がまあ耐えれないですよね。片指やったら、片指だったら耐えられない。でもそういうことなのね、膝が使えて、腰が使えて、それで乗せていくと、そうそうそう、震えるでしょ、震えるのが嫌いだから、そこまでは行かなきゃいけない。で、両手するときもほら、膝が使えてない、そう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 、その方が気持ちいい、ほら、なその方が気持ちいい、きましたよ。うわー、そう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 、もうちょっと膝ちゃんとしっかり、そう、使って、そう、そう、それをいかに自分に叩き込むかだよ。そうそう。そうそうそう。もっと腰の回転使って。そう。体を全部使って押さえていくのがやり方だからね。膝。前足そっち。そう。そっちの方がやっぱ気持ちいい。うん。そっちの方が効いてるよね。今の方が効いてる。はい、おお、ほら。長年のお客さんは言うこと間違いないよ。そう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 、もう指プルプルするでしょ、そのプルプルを毎回引き出すぐらいの気持ち。そうしたら勝手に指なんか鍛えていかれるから。これまた足止まっちゃってる。そう、体を使う、そう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 、膝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 が使えてませんよ。そう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 。うん。そこまで入ってたらいいかな。僕限界なんですけど。まさと限界なんですけどみたいな。全然もう指に力ない。その震えてるのが、震えてる状態がもう。今入ってる力、入ってない、ほら。ですよね。じゃあ、両手でやってみる？いいですか。ほら、さっきと違うよね、でもね、入る圧が。そうですね。ちょっとグッと入ってきた感じ？はい。はい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 。そうそうそう。それが、60分できたら当店で全然がっつりお金もらえる。何何何面白い。ああ、そう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 。で、そのために足を滑らないためにこういうあのクロックス履いて踏ん張りを気がしながら押さえていってあげると全然いい感じだ。ちなみにそれを押さえるんだったら、ここ押さえるんだったらこうするか。うん、片手ができることですね。もうそこに行けるんだよ。ここを硬い人だったらこう押さえたりもするけど、前から行くんじゃなくてこう後ろの背中を使ってあげた方がもっと乗るのよ、体重って。あ、こう、そうそう、体重ってね、こうやってめっちゃ効いてるでしょ。はい、めっちゃめっちゃこう、だから背中を使って回転して膝使って背中入れてそのまま押さえる。これ俺の一番マックスの力の入れ方。片手だからできるんだけど、片手で、片手で、いやでもね、これがね、例えば両手だとしこう、そうかそうかとか、まあでも片手だな。だから回転してあげる力をやっぱり入れてあげた方が、こういうこと。そう、でもちょっと指が、方向性が違う。これ、うん、そう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 。それで、本当はそこにこう、そういうふうな、そう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 、なそう、こういうことです。そうで、すると指は痛いけど、この辺をしっかり伸ばしとけば、伸びるから、
あの何逃げないのね、力が。関節をこの状態でロックした状態で回っていくから、はい、そこに全部の体重が入っていくので、はい、できないじゃなくてやるんだよそう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 、まだなんかちょっと無理してる感があるけどねまあ今日それぐらいにしといてあげようありがとうございます。今度から、モテ生態水信です。今度から二人、二人タイトルでやっていきます。今度ね、まさとくんから、入ってきてくれました。前、昔教えてたんですけれども、今度からね、どんどんやっていきます。ちょっとね、まだね、コミュニケーションがね、不足してるんですけれども、笑い声はいいんですけどね、ちょっとこれからね、皆さんにね、こうやって動画を撮って、アップしていきますから、楽しみに待っておいてください。以上、モテ生態水信でした。まさとでした。ありがとうございます。こんな感じです。やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。